レアンデル・デン・ドンケルは、ベルギー・ウェストイコール・フランで練習ゾンネベーケ出身のプロサッカー選手。サッカーベルギー代表、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ所属。ポジションは MF。ヨートン家に生まれ、地元クラブでプレーを始めた。KSV ・リューセラーレを経て、13歳の時に、RSC ・アンデル・レヒトのアカデミーに入団。ネクストジェンシリーズで優れたパフォーマンスを発揮した後、 トルコでトレーニングキャンプ中のトップチームに参加した。2013年のベルギースーパーカップでデニス・プラートとの交代で途中出場しトップチームデビュー。2014から2015シーズンから本格的に出場機会を増やし第4節の KVC ウェステルロー戦で初スタメンを飾った。2014年9月16日のガラタサライ SK で78分に デニス・プラートと交代し UEFA チャンピオンズリーグ初出場。2015年1月18日にリール製ス,スケートのリーグ戦で初ゴールを決めた。2018年8月9日、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に1年間の期限付き移籍、シーズン終了後に完全移籍することで合意したと発表された。2019年7月1日。 ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC に期限付き遺跡で加入した際に契約に買取義務が盛り込まれていたため遺跡市場が開かれた同日に完全遺跡。ユース年代からベルギー代表歴がある。2015年5月22日、ウェールズとの親善試合でマルク・ビルモッツ監督が初めて代表チームに選出した。アンデルレヒト、ありがとうございます。